どうもお疲れ様です。本日はですね、えー、明石市の泉市長が多分、退官される日だと思います。うん、で、えー、ご連絡もいただいてですね、えー、今日はそちらの方に、えー、お疲れ様とご挨拶を出しに行ったんだよって方もいらっしゃると思いますし、そういう連絡を私のとこにもいただきました。で、ここから私たちが何を受け取るかなんですよ。特にに泉市長に ものすごくね、えー、思いを馳せてる方えー、なんでやめちゃうのっていうふうにこれからの泉市長に期待したんだけどなーっていうふうに一番近くで応援していただいた方にね多分託されたバトンが助けがあるんじゃないかなと思いますそれは次は誰がが自分ののために立ち上がるのかなっていわゆるロステネ世代ですけども 誰かが何かをやってくれるっていうふうに他者に期待しすぎた挙げ句その他者っていうのが何度も自分をまあ言ってみれば裏切ったところに辟易してると思うんですよいやでもねやっぱり自分のために人生を生きるこれは多分共通の思いだと思うんですよねそして余った力で皆さんのためにもっていうふうに両方考えていくようになると思うんですよで究極自分の人生を犠牲にして自分の愛する人の悲しみを 置き去りにしてですね。まあ見ず知らずの人のために犠牲になってくれる人ってのはあんまりいないと思うんですよね。まあですんで、ここで私たちは当事者意識っていうんですか。一番困ってるのは誰なんだろうかと。他人事じゃなくて自分ができることはないだろうかとかね。それから、泉市長のような、もし、うん、統治が素晴らしいなと思うんだったら、 それを素晴らしいと受け取った人がそれを継承していけばきっとその統治は続く泉市長じゃなくても泉市長と同じような統治が続いていくんではないかなと思うんですよで多分それが泉市長が次の世代に託したたすきでありバトンなんじゃないかなと思うんですよねもちろんねいやいや自分にはそれほどのことはできないよっていうふうにあのまたね誰かにそのバトンを任せてしまうことは 簡単だと思います。でも最も自分の住んでる町をどのようにしてほしいのかとどのようになってほしいのかと望んでるのがもしね自分なんだとしたらそのの権限をを持つところに手を伸ばしてみるのも一つだと思うんですよ。もちろん市,市長っていうのはねあの誰もがなれるものではなくて多分立候補したとしても簡単には当然しないと思うんですよ。 でもそれは泉市長とで同じで、泉市長も生まれた時から市長だったわけじゃないんですよね。それぞれ自分の人生を歩んでいて、やむにやまれずにその場所に出ていった。そして、良かれと思ってやったことが案外批判を浴びたり、はしごを外されたりとか。私が聞くところによると、18歳以下の幼児、それから少年少女、いわゆる未成年に、 うんなんかね学費ゼロ円無償化これを実現したらあれ明石市は予算余ってるのじゃあ地方交付税交付金減らしますよねっていうふうに、まあ、国の方から意地悪をされたりとかっていうのを聞いてますとにかくね私たち国民の敵は国なんですよあまりにも遠くてあまりにも私たちの実態を知らなすぎるとこうなったら私たちは市区町村に対して 呼びかけることができるんじゃないかなと思います。そしてまあ、私もねあのそうなるように自分の人生を進めているところですけども、実際に権限を持って責任を背負う立場に自分の足を進めてもいいのかなとでそう思える当事者が今生活に困窮している現場にいるロスジェネ世代もしくはそういった 現場を見ている、本当にこのままじゃいけないよって思う人が立ち上がる時なのかなと。もし私たちがその意思を失えば、私利私欲のために政治を利用してやろうっていう狡猾な人がね、先にその席に着くんですよ。それをまた見送ってしまうのか、それとも、牛歩ではないですけどもね、できる抵抗をして、少しでも国の繁栄や国民、次の世代のために自分の身を粉にしていくのかうん、この辺が問われているのかなと。 思ってやめませんそれでは今回は以上ですお疲れ様です